一番好きな季節って実は冬だったりして、雪が降って冬を実感してはいるんですけど、今年は地震があったこともあって素直に楽しめないってことも確かなんですよね。皆さんこんにちは、タイピョンです。アルトラパンも一段落ついたし、 ZXR のレストアぼちぼち再開したいと思います。去年の夏の終わりくらいに手に入れた世紀末覇者伝説に登場してきそうなこのバイク、これを全バラしてアーダコーダやって組み立ててる最中なんですけど、今回はその続きです。ようやく完成が見えてきたって感じですね。前回が確か2週間とかそんくらい前で、どこまでやったかっていうのがちょっとうろ覚えなんですけど、確かヤフオクで1万円くらいで買ったスイングアームが合わなくて絶望してたんですよね。全然違うわ。それで新しいスイングアームが見つかるまでは今までついてたボッコボコのスイングアームを使うことにしたんですけど、スイングアームとフレームを接続するときに使うカラーが手元になくて、モノタロウで純正部品ありってんで注文したんですよね。そしたら1週間くらい経って突然販売終了ってことで手に入らなくなっちゃったんですけど、多分モノタロウから川崎に注文が入って、在庫担当さんがあれ在庫ないじゃんってことで販売終了につながったと思うんですけど、それをなんとか手に入れて、まあ中古なんですけど仮ではあるんですがスイングアームの装着できました。めっちゃスムーズになった。めちゃくちゃスムーズになった。まあ当たり前か。スイングアームとリアサスがつきました。リアサスの下の部分、リンクの部分つけていくんですけど、このサスは純正品ではなくて 400R 用のいいサスペンションなんですよね。別にサーキット走ったりとかタイム削ってるわけじゃないんで純正品でいいんですけど、たまたま 400R 用がありがたいことに安く手に入ったんですよね。リンク周りもサビのない純正部品使ってニコイチで作ったやつですね。とりあえず自立させて歩かせたいんでホイールも仮ではめときます。履いてるタイヤはダンロップの GPR300 ってタイヤで、ツーリングタイヤですね。Z900RS とか川崎の忍者系に履いてるタイヤなんですけど、タイピョンにはこれで十分すぎるスペックですね。ですかね、ここのカバーも欠けちゃってて純正部品頼んだんですけど2週間ぐらいかかったんですよね。続いてフロント周りもやっていくんですけど、もう一つ一つのパーツは組み立ててあるので単純にはめていくだけですね。ステム周りにグリスをこれでもかと塗りたくってるんですけど、冬なんでグリスが硬くて硬くてなかなかベアリングの中に入りませんでした。ようやく自立しました。この時代のオートバイはそれぞれのパーツがごつくてめちゃくちゃかっこいいです。続いてエキパイの取り付けですね。ガスケットがぺちゃんこに潰れるタイプなんで絶対再利用できない的なやつでした。この ZXR もともとチンピラ仕様だったのに、エキパイとサイレンサーだけは吉村のチタンが入ってたんですよね。
この時代1990年とか91年とかって中華製品とかもない時代だから、価格破壊とかもなくて値段を下げる必要もなかったろうから、多分10万円くらいしたんじゃないかなって思うんですけど、当時走ってた人いたら高かったパーツとかコメントで教えてください。ちなみにこの古液一式を売ってしまってレストア費用に当てようって思ったのは内緒です。液パイがついたらラジエーターを取り付けます。いやー、しかし改めて言いますけど、このラジエーターマジででかいですよね。実は液パイ仮止めのままラジエーター装着しちゃって、液パイの本締めができなくなってしまって、結局1回ラジエーター外したっていうことは内緒です。 YouTube、 それは失敗を許されない綺麗な世界。気がつけば他のチャンネルは右を見ても左を見てもプロばっかりで、僕みたいな素人は同じ工程を2往復3往復するのは当たり前です。シートレール、サブフレームですね。取り付けたらハーネスを這わせていくんですけど、バイク全バラあるあるなんですが、外した部品がどこにしまったかわからなくなる病っていうのがあって、これにかかってしまったんですよね。ダンボールに入れてしまったと思ったら全然しまってなかった。このハーネスを見つけるのに丸1日潰したんですよね。右下がスタートですね。こっからスタートして分岐を中に入れて、一つが前に回して、でフレームの下を沿わせて後ろに連れていくって感じですね。意味わからん。何ぞ違うぞ、やり直しだ。こうじゃない、こうじゃない、こいつらもこうだ。でこのハーネスをフレームに組み込んでいく作業をしてて、やり忘れたことに気がついたんですけど、燃料ポンプのメンテやり忘れてました。 ZXR レストア続きですね。燃料ポンプやってきます。始動確認自体は前回動画にした時に取れてるんで、簡単に清掃していきたいと思います。通りとしてはこういう風に矢印書いてあるから、ガソリンタンクから入ってで燃料フィルターを経由してモーターを通ってキャブレターに燃料が行くような感じですね。ホース類はもうカチカチなんで、これらを交換してきれいにしてね、まあ、燃料フィルターも新品に変えちゃいたいよね。ただ純正部品買うとさすがにもったいないんで、ちょっと今から買いに行きたいと思うんですが、径がわからんので外していくか。こう矢印がついている方に進む。こうバイクワールドで燃料フィルター買ってきたんですけど、高かった。Amazon で買えば500円ぐらいなんですけど、946円、まあまあいい値段しました。でただ高かったんですけど、それなりに勉強になったことがあって、なんとね、最近のこの燃料フィルターってマグネットついてるんですよ。ここ底面にマグネットがついてて、古い車のガソリンタンクとかって錆びてるじゃないですか。ガソリンタンクって鉄でできてるんで、鉄粉をこいつがキャッチしてくれるんで、うわすげえなって思いました。燃料フィルターすっげえ種類あるんだよね。でこっちから入ってこっちがアウトだから、こうだよね。これと同じ長さでカットするか。よっと、バンドも一応やっとくか。いい感じじゃない。であと結束バンドも買ってきました。別名タイラップ、結束バンドも買ったんですけど、人や動物には使用しないでください。はい、ということで今回はここまでです。だいぶ形になってきましたね。ここからは一気にパパッと仕上げたくて、作業はもっと先に進んでるんですけど、ラパンの動画が1本いや2本分ぐらいかな、動画データ溜まってるし、 ZXR の動画と、あと画面に映ってたり映ってなかったりするんですけど、ちっちゃいおもちゃの動画とかいろいろ編集が追いつかなくて、ちょっとてんてこまいなんですよね。なので今回はちょっと中途半端なんですけど、ここで一旦締めたいと思います。
今回も動画のご視聴最後までありがとうございました。もしよければチャンネル登録して次回の動画をお待ちください。今回も動画のご視聴最後までありがとうございました。それでは。